わがままを叶える大人のナイトブラ、リントルームブラ。自分の本能のままに生きろ。まだ自分でも知らない自分に出会える。ナインライブス。久しぶり。やっと会えたね。いつも SNS のコメントありがとう。すごい嬉しかった。これからは握手会もだし、劇場公演もいっぱい一緒に楽しもうね。はい、AKB48 チーム系キャプテンの小見春子と小見山遥です。今は皆さんと会えない日々が続いているので寂しいんですけど、また会える日のことを楽しみにお家の中で今からすごくワクワクしています。なので皆さんも次に会える日のことをシミュレーションしておいてください。健康を一番に、今はお家の中でできることを一緒に楽しみましょう。ではまたね。こんにちは、藤岡舞人です。今日は K スタイルさんにインタビューしていただきました。写真集もインタビューの内容もどちらも楽しみにしていてください。バイバイ。今回、猫物件で立場の治役を演じました細田かなたです。痛い。ちょっと待って、痛いこれ。ビリ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 。痛い。痛いよ。アイドル日本へようこそ。ファースト DVD ターコイズブルーの誘惑を発売する AKB48 の小宮山遥です。まずは本編映像ダイジェストをご覧ください。もちろんすごい、自分としてもあの瀬形三四郎の当時大ブームを起こして、今もなお人々に、まあセガファンの方々に本当に人気なキャラクターで、その同じセガのキャラクターを僕がやらせていただくっていうのは自分としてもありがたいことだなと思っております。お疲れ様です。めっちゃ緊張しました。そうですね、でもなんかその朗読っていうのをさせていただくのが初めてだったので、なんか最初はどういう企画なのかなっていう、なんていうの、ワクワクみたいなのを感じました。そうですね、なんかその私が
この選んだテーマに対してなんかどういう作品が集まるのかなっていうのをすごくなんていうんだろう、ドキドキしながら読んだりしてたんですけど、実際に自分がどういう作品を読むのかなみたいなっていうのをなんか読みながら考えたりしてました。なんかどう動いていいのかというなんか模索しながらだったので、なんかすごい緊張しました。当たって砕けたその後にの方の大丈夫ってなんか自分に言い聞かせてるセリフがあるんですけど、なんかすごいなんていうんだろう、なんか強がってる女の子みたいなっていうのがなんかすごい印象に残ってます。そうですね、めちゃくちゃ難しかったですね。なんかなんて言うんだろう、なんかそうですね、難しかったです。なんて言えばいいの、はい、そのこれからのなんて言うんだろう、私についてのこととかも書いてくださったり、なんかなんて言うんだろう、すごい未来に向けてのみたいな、なんかちょっと頑張ろうって思いました。その2つの作品をなんて、なんか別の人に見せたくて髪型を変えていただいたりとか、自分の喋り方だったりとかをなるべくなんか違うように見せれたらなと思って頑張りました。いやー、なんかちょっとでもなんか頼りない男の子みたいなっていう印象があります。いやー、でももうその学生時代は戻ってこないし、もうその時でしかないから、もうみんな頑張れっていうもう気持ちです。はいはい、台本をいただいた時にどうしてもその文を読んでしまうことが多くて多いので、その棒読みにならないように気をつけてます。今回その度合いというテーマで募集させていただいて、本当に多くの作品を投稿していただいて、すごくなんて言うんだろう、なんか同じテーマなのになんかいろんなジャンルのお話がすごく読めてとっても楽しかったです。本当にありがとうございました。今回この2つの作品を読ませていただいて、青春のなんか恋愛のなんか忘れかけてた気持ちみたいなのを思い出させていただきました。お手紙でいただいたようにこれから一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。割と素に近いような形でスタッフさんたちとすごい喋りやすいというか仲良くさせていただいたので、すごいリラックスしながらワイワイしながら撮影に挑んだので、本当に素に近いような形で撮影させていただけたのと、あと私服と自分のアクセサリーとかつけたりもしました。どうですか、なんか100点中100点でありたいです。この表紙の濡れてるシーンなんですけど、寒い寒いって言いながら撮影に挑んで、もう冷たいって言いながら撮ったんですけど、その後にこの毛布にくるまってるカットを撮影させていただいて、モフモフでふかふかしててあったかかったので、ちょっとうとうとしながらというか、なんだろう、リラックスしながら撮ったというか、そういう撮影のエピソードはあります。なんか家族で毎年やっているんですけど、弟が10個下で7歳なんですけど、この弟にクリスマスプレゼントをちょっと用意してて、ちょっと前々から何が欲しいの、サンタさんに何頼むのって聞いてて、でそのできるだけ弟が欲しいものを用意して渡そうと思ってます。そ
それは用意できたんですか。はい、ゲームのカセットを用意しました。皆さんこんにちは、橋場のつみです。今日は私を知っていただくために1分間の Q&A に挑戦したいと思います。でも直感タイプなので、すっごい難しい質問来たら困っちゃいますけどいけると思いますあ、はい、すごく緊張しました。見てたんですよ、僕、オイハンさんの、はい、出演が決まる前から、うん、なので、このやっぱりもうシーズン1を取り切ってるこの中に入るのがすごくいい意味でプレッシャーだったので、ワクワクもしてたんですけど、ド緊張しながら、はい、やってました。 au ハロプロ携帯図鑑株式ファクトリーの浜浦彩乃です。はい、私が持っているのはこちらの携帯です。こちらは2015年に発売された携帯みたいなんですけど、すごいピンクでね、すごい私メンバーカラーがピンクなのでちょっと愛着が湧きますね。私は au さんにはずっとお世話になってるんですよ。私がハロープロジェクトに入った時にこう携帯をね、お母さんに買っていただいたんですけど、その時にもう私 au だったので、もうずっとずっと、まあ、これからもね使い続けていきたいなと思います。バイバイ。今日はちょっと現場なんで大きめなんですけど、最近はこのバッグを使ってよく動いてます。まあ、いつもだとちっちゃいバッグが多いんですけど、台本とか、タブレットとか入れてるときはこれにします。最初は恥ずいな、歯ブラシこれはなんか歯ブラシってなんか普通なんかビニールみたいなの多いじゃないですか。これ黒くてかっこいいなと思って買って、現場行くときは絶対歯ブラシを僕は持ち歩きます。まあ絶対持ち歩くのはこの、まあ、イヤホンですね。で、これがですね、このカツって書いてあるんですけど、これは三島大社の、佐野勇斗にもらったお土産です。これを、今年1年はこれをつけようかなと思って、鈴になってなくさないんで、これめっちゃいいです。で、まあ、充電器ですね。で、これはまあ、本当にいつもマネージャーさんに、充電器ありますかって借りて、もう1年ぐらい経ってたんですけど。春の夏です。今回初グラビアに挑戦してみて、撮影中ずっと楽しいなっていう印象で、人になんか普段そんなに撮られることってないし、水着も普段あんまり着ないので終始新鮮な気持ちで撮影できました。これからも頑張っていくので応援よろしくお願いします。リゼロの夏木すばるですね。もう久々にね、すげえハマった竹だったんですよ。本当にすごいですよ、あの人すごいですよね。ちょっと恥ずかしくなる時あるんですけど、見てて、いやちょっと待って頑張ってと思う時あるけど、それでもちょっとヒロインのために頑張るとかちょっとかっこよく結構一気見しちゃって、久々にウェブじゃないですけど、もともとだから僕ウェブはあれなんですけど、小説とかなんですよ。ちょっと久々に面白くて一気にしちゃって、すばるは結構一途なんですけど、やっぱりどうしても自分にないものを求めちゃうじゃないですかいやなんかあんな熱くまっすぐってかっこいいなって思っちゃいましたね。主人公だなって思って、多分僕だったら村人 A とかなんですけど、あんなスーパーヒルになりたいなって思っちゃう。アニメっていいじゃないですか。なんか、人工っていいなって、かっこいいなって感じです。僕リゼロはちょうどアニメ離れた時期にやってて、ほんと最近なんですよ、アニメまた久々に始めたので、こんな今、また面白いアニメやってると思って久々にすごいハマったんで、一回一からアニメを見始めて、映画で逆光の頃っていう映画を最近やらせていただいたんですけど、その監督の方で、凡人の監督なんですけど、小林監督っていう方なんですけど、すごい、あんまり数少ない僕のアニメ画を一緒にお話しできることで、でリゼロは見た方がいいって分かりました。リゼロを見始めて、早乙女優です。私はですね、今年から大学生になるので、
年よりもより一層こうお仕事の方に力を注いでいきたいなと思っていまして、特に映画だったりとか舞台とか、まあ、お芝居の方に力を注いでいけたらなっていうふうに思ってます。CM とかもね、いろいろやれたらなと思ってるので、チャンスがあればいろいろとやっていこうと思います。はい、水沢に頼みます。好きな映画はトランスフォーマーですかね。車が好きで、あっちに帰る。その中でいろんな好きな車がいっぱいあるんで、それを言ってます。好きな漫画だと、ブリーチとか、テラフォーマーズとか、そこら辺ですね。ないです。見るときにその風景画を描いてるところしか見えないので、個人的に風景画を描いてるのが好きで、あのスピードが速くなってる、あれがすごい見てて好きなんですけど、いないです。あえて自分の中でやりたい俳優さんとか尊敬する人は作らないようにしてます。相手に怪我をさせないとかなんですけど、相手と人と必ず元の子が多いと思うので、相手の人に対して失礼がないように心がけてます。今までやってきたのを違うところで違う形でやっていきたいと、その一本一本を今は細い状態なので、それをさらに太く太くしていきたいなと思ってます。ほう、じゃあいきます。普通のでいいですよね。なんかどんなやってるか分かんないですけど、今普通のでいきます。オスカープロモーションの吉田リリカです。今日は多聞院の坂を登りました。階段を登るのはとっても難しかったです。オンエアぜひご覧ください。今回初 TGC だったんですけど、いろんな出演者の方がいらっしゃるので、僕のことを知ってくださっている方がどれぐらいいるのか少し不安なところもあったんですけど、すごく近くに僕の道を持っていらっしゃって、僕のことを知らない方もたくさん盛り上げてくださって、すごく楽しかったです。また出たいなと思いました。私は今年であの芸能っていう業界に触れたのが今年から初めてなので、やっぱりいろんなことをお姉ちゃんに教えてもらって、まだまだ未熟なのですが、これからもお姉ちゃん教わって頑張ります。本当にあの歴史あるビビ国宝級イケメンランキングのネクスト部門にランクインしてしまして、投票していただいたファンの皆さんの本当におかげでだと思いますので、投票したいって思わせる人間なんだなと感じて、あの自信を持ちたいとこれから思います。はい、川瀬理子21歳、愛知県出身です。本日はこの場にグランプリとして立っていることが本当に夢のようです。皆様ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは、俳優の道見木明です。今回はこちらの那須井坂走らせていただきました。こんなね不思議衣装で撮ったので、ぜひ放送楽しみにしていただければなと思います。バイバイ。高校3年生17歳、糸原みなみです。将来はモデルや女優、さまざまな分野で頑張りたいと思ってます。持ち前の笑顔と明るさで頑張るので、応援よろしくお願いします。あ、もういいですか、待ってますか。はい、待ってます。なんか自分だと緊張するな、一番緊張するわ。います。皆さんこんにちは、中島健です。本日はなんとスタジオをねお借りさせてもらってて、スペシャルなゲストを呼んでおります。早速呼んでいきます。どうぞ。なってますよね。最近できるようになりました。ケーキ屋さんでした。ケーキ屋さんになりたかったです。わかんないです。でも多分なかったんですよ、夢が。だからケーキ屋さんって言ったんだと思います。いや絶対なってないですね。あの今の仕事してなかったら公務員になりたかったです。学校の先生とか。はい、人に教えることが好きなのと、人の前に立つことが好きだったので、学校の先生になりたかったです。ゆか先生
でもゆか先生ってなんか保育園の先生っぽくないですか？でもなんかそういう可愛い先生になりたかったですね。皆さんおはようございます。こんにちは。こんなにたくさんの方いらっしゃってますが、雰囲気いかがですか？いや、こんなに来てくださると思ってませんでした。月曜日ですよね今日。皆さん、うん、そうですよね。どうしたの？学校終わってから来た？あ、早退してきた。早退、宿題はちゃんとやるんだよ。いやー、ようやく奥野の前に立てるのかと。1年間サポート役に徹してきましたが、ようやく俺が一番だと。お父さんとお母さんの言うことちゃんと聞いてますか？聞いてる？聞いてる？えらいじゃん。先生の言うことも聞いて、友達に優しく、みんなでね、楽しくね、自分のやりたいことやって、元気にしてればきっとね、仮面ライダーになれるからね。皆さんこんにちは。東京図書の2022イメージガール A クラスの北川美玲です。私初めてのオートサロンに参加させていただくことができてとても嬉しいです。 A クラスみんなで盛り上げていきたいと思うので、皆さんもよろしくお願いします。子供が好きっていうのが一番似てるなと思ってて、トーマもやっぱ自分のファンタ自分のお店で子供に読み聞かせをするんですよ。で、子供と喋るときはすごい笑顔になるし、やっぱそれって好きじゃないと出てこない表情だったりとか、僕も結構子供と話したりするときにデレデレしちゃうし、だからそういったところは似てるなって思いますね。あとは僕も結構なんか人に意見物を言えなくて、トーマもそうなのって言われたらあんまりそういうわけでもないんですけど、どっちかというと僕も相手の意見を結構飲むタイプなので、そこは似てるかなって思います。上堀監督にが組の時にやった時、やっぱ最初の方だったのでたくさん怒られたんですよ。たくさん怒られて、で結構その撮影も遅くまで、遅い時間までやってて、朝からだったので結構クタクタで、そんな中最後アフレコをやったんですけど。トレンビーをご覧の皆さん、こんにちは、村山優香です。現在放送中のウルトラマンデッカーのヒロインをやらせていただいております。ウルトラマンデッカーの見どころは、これから成長と友情がどんどん深まっていく物語となっております。皆さんぜひご覧ください。ウルトラマンデッカーテレビ東京系にて毎週土曜朝9時から放送スタートです。よろしくお願いします。僕は最初本を読ませていただいた時のアルミチが演じたすぎて仕方なかったっていう、そのまだ決まる前ですけど、もう絶対やりたいっていうところが大きくあって、リーザもだから決まった時っていうのは本当に嬉しかったですし、なんかそのワクワクっていうものがずっとあった感じでした。その現場入るんで、たけるさん、もう僕はもう本当ちっちゃい頃見てたたけるさんと同じ役をやるっていうことへのなんか実感の湧かなさがすごくあったので、なんかちょっとなんか実感が湧いてない感じがずっとありました。はい。どんな、唯一無二女優さんになりたいなと思います。なんかよく事務所の社長の社長さんとよくお話しするんですけど、こうよくリンは唯一無二の女優になるんだよってよくおっしゃっていて、私もそういう存在になりたいなと思ってます。なんかでも最近思うことは時間の流れがものすごく早いなと思います。なんかでも1年が今なんか24時間でもすごい早い、1年経って2年経ってってやっぱりものすごく早いから、
かパッて思いついた時に何かすごいやるぐらいの速さがないとなんかダメだなってすごい思いますね。どうも、桜井海人です。さあ、ということでタイトルにもある通り質問コーナーやっていこうと思います。今年の抱負は何ですか？見栄を張らないこと。ドラムを始めたきっかけ？きっかけは、家でワンオクロックさんのライブビデオが流れていて、それをパッて見た時にドラムのともやさんのこう動きとかアグレッシブにこうドラムを叩いてこう見せるドラムを叩いてるところがすごくかっこよかったからです。ファンに一言。みんな、いつもありがとう。最初に聞いた時はやっぱり純粋に、嬉しいなという気持ちもあったんですけど、でもやっぱり、10年ですか、アンジュルムに加入して10年で、ハロープロジェクトに加入しては11年に、なったんですけど、本当にこのアイドル人生というかハロープロジェクト人生、アンジュルム人生をこう何一冊にこういう一冊に残せるだなという、本当に嬉しい気持ちが一番大きかったです。リアルサウンド映画部 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、藤枝良樹です。リアルサウンドにちなんで音楽、テック、ブックの中からお気に入りの作品を選んでトークをしていきたいと思います。いやー、どれにしようかな。ちょっとじゃあ真ん中で本。うわー、本とは無縁な人生を送ってきたんですけど、嫌われる勇気という本が一番読みたくて、僕の周りでも読んでる人がたくさんいるんですけど、僕はなるべくこう万人に好かれたい性格で嫌われたくないんですよ。なのでその嫌われる勇気を持って、なるべくこう常にこう自分に自信を持っていたいので、まあ多分万人に好かれるって多分ものすごく難しいことだと思うんですけど、一旦その考えを捨てて、嫌われる勇気という本を読んで嫌われる勇気を身につけたいなと思います。僕が出演するドラマ、もしもイケメンだけの高校があったらが毎週土曜に放送中です。現在さまざまなイケメンの定義が人によってこう違うと思うんですけど、このドラマを通して自分なりのイケメンの定義みたいなものを、探していただきたいと思います。ぜひ見てください。はい、2日間いろんな撮影をしてもらって、最初は照れがあったりしてセリフのシーンとかなかなかうまくできなくて難しかったんですけど、本当にいろんなことができて、バレエの衣装を着たりとか、ピアノも弾けたり、テニスもしたり、いろんなことをできたので、いろんな私を撮れてるんじゃないかなって思います。最後にすごい水浸しにされていじめられたんですけどでもそれも全部ひっくるめてすごい楽しい撮影でした。これからもいろんな活動を頑張っていくので応援してください。バイバイ。やっぱりまあ嬉しかったっていうのもあるんですが、僕自身猫を飼ったことがなかったので、まあ、いかにどう猫と接するかっていうところで、おさむに関しては猫を飼ったことがないといえど、表面上の好きじゃないというか、ちゃんと猫と向き合った上で猫のことを好き、心の底から好きな人なので、どうこれから猫と接していこうかなっていう、そのなんか不安みたいなのはありましたね。はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。神大迫勇気です。今回は今まで書道を習っていたことがあったので書き初めに挑戦してみようと思います。これまで共演してきた先輩方だったり、他のドラマじゃない現場で会う方たちに見てるよってたくさん言っていただいて、これまでにないくらい本当にたくさんの人に見てるよって言っていただけて、頑張っててよかったなって思ってます。向川真由香です。この度 YouTube を始めることになりました。イエーイ。自己紹介をまずはしていきたいと思います。生年月日は、新高校3年生の17歳です。
4月10日が誕生日なのでもうすぐ18歳になります。特技は、3歳からおばあちゃんに習ってる日本舞踊です。踊ったりしてます、白塗りで。趣味は、映画を見ることで、最近見た映画はオタクに声が難しいとイラストレーターとキョウケアを見てます。もうちょっとしたら見たい映画もいっぱいあるので見たいです。で、出身地は京都です。高校で上京してます。なんだろう、企画面はなんだろう、何年支払うとかそういう感じだけど、地元に今は標準語で喋ってるけど地元帰ると関西弁になります。血液型は、測ってないので確かじゃないですけど多分大型です。どんどん YouTube ではカフェ巡りとかしてみたいのと、あとはこう YouTuber さんとコラボとかそういう動画が撮りたいなって思います。最後、まだ不慣れで緊張してる部分がありますけど、ありますが、楽しんで皆さんに見ていただけるような YouTube にしたいと思います。よろしくお願いします。バイバーイ。関東地方準グランプリの那須タイトです。今日は僕の家にある人形たちを紹介したいと思います。まずはスヌーピーですと、あとテッドもあります。そして最後にアメーバちゃん、この前もらったアメーバいます。僕の特技を発表したいんですが、僕の特技は太鼓の達人なんで、ちょっと普段チャレンジしてないこれをけん玉をチャレンジしたいと思います。いきます。ちょっと難しいですね。いきます。あー、くそ、おっしゃー、できました。まあ僕のこれからも応援よろしくお願いします。もう驚きと喜びと水着のお仕事を本格的に始めるきっかけだったので、すごくドキドキワクワクした気持ちでした。じゃあ、いろいろ質問していきます。はい、中学校の時何してました？中学校の時はバレーボールをしながら友達とふざけ合ってました。バレーボールはどこのポジション？1年、2年生の時はセンタープレイヤー、わかるかな、日向翔陽みたいなやつでした。で、3年の時にエースみたいなことをさせられました。すごい。はい、で高校でもバレーを3年間続けて、1年でセンターで、2年で右側、3年でまたエースみたいな感じで。素振りみたいなやつとか。素振り、あ、いいですね。任せてください。 WWS チャンネルをご覧の皆様、林田真弘です。今日の私服のファッションポイントはこの大きめのニットです。ちょっと萌え袖な感じとかモテそうだなと思って着てきました。はい、超10代のファッションショーに出るのは2回目なんですけど、私ラスト10代ということで若い子たちがたくさん出るんですけど、若い子に負けないように頑張りたいと思います。はい、この春気になっているアイテムはパーカーです。最近パーカーすごいハマってて、白と黒しか持ってないので、ちょっと明るめのピンクとか青とか春っぽい色を着てみたいなと思います。ポーズするってわけじゃないんですけど、なんだろう、ちょっとダボっとした女の子になりたいなと憧れてるので。はい、一見ハマっていること、荒野行動です。これ iPhone のアプリで、なんだろうな、銃で人を撃つゲームなんですけど、ストレス発散になって毎日してます。はい、今回超10代にまた出させていただけることになりました。ありがとうございます。若い子たちのパワーをもらいつつ、私も頑張っていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。オリコンニュースをご覧の皆さん、マセリンです。
オオカミちゃんとオオカミくんには騙されないが8月14日から毎週日曜日夜10時より放送となります。僕のありのままの一面が見れると思うのでぜひご覧ください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、谷岸玲奈です。舞台さくらジャパンインザボックスが明治座にて上演中です。この作品は異次元の世界へ迷い込んでしまった女子高校生のさくらが美しくも不思議な国日本の壮大な物語の旅を通してあることに気づく物語です。私は主人公さくらを演じます。この舞台は春夏秋冬をテーマにしたお話で、さくらという子は一歩勇気が出ない女の子で、いつも勇気が出なくて友達ともうまくいかない子で、でも明治座でいろんな体験をして最後に勇気が出る素晴らしい女性になるというお話です。ぜひ劇場へお越しください。谷岸玲奈でした。そうですね、まあどこっていうよりかは、まあ、自分のその役のことになるんですけど、まあやっぱよたすけ愛というか、まあ彼のキャラクターって結構生身の人間がやるとだいぶ強く見えてしまうというか、まあヤトラに対しての言葉だったりとかどうしても強くなってしまうので、そのツン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 デレツンのそのデレのところをに命をかけてたのでだからあの大福を食べるシーンでいかに大福を伸ばすかとか、あとあの合格発表のところで最後ヤトラにちょっと手を挙げて、もうあんなのヨタスケからしたらもうもう一世一代のだいぶ終盤だけどね。大麻雀水着祭2024バックヤードレポーターを担当しますシーナイトです。よろしくお願いします。初めてプール撮影会を見るんですけども、なんか皆さんにその裏側とか出演者の方の意気込みをしっかりとお届けできるように頑張ります。よろしくお願いします。ショーのポイント、そうですね、プールなので夏らしく足なんか出しちゃったりして日差しもから顔を守って可愛くしました。はい、本日ちょっと緊張してるんですけども、たくさんたくさんインタビューしたいと思っております。頑張ります。そうですね、多分初めてで多分僕のことを全然知らない方も多いと思うんで、軽く自己紹介できればなと思ってるんですけど、あの一応横にあの友達兼アシスタントみたいな可愛がってる同い年がいるんですけど、よろしくお願いします。まあ多分後々この今度から多分顔出ししたりとかもあると思うんでぜひ皆さん可愛がってあげてください。こんにちは、東京パフォーマンスドールの桜井咲です。今回ですね、浄瑠璃坂を今走りました。もう太ももがパンパンで明日はきっと筋肉痛でしょう。ぜひ皆さん見てください。頑張りました。こんにちは、小西エイトです。今日はですね、久しぶりの YouTube になります。すいません、全然投稿できてなくて、サボってたわけじゃないんですよ、なんか投稿してなかったですね。はい、というわけで今日は久しぶりということで、あの近況報告をしようと思います。結構ゆったりな動画になっちゃうと思うんですけど、近況報告だったり、まあ、告知もちらほらとあるのでそちらをしていきたいと思います。あの僕鼻声です。花粉がすごいんですよ今、くしゃみも止まんない、目もかゆい、顔全部痛いみたいな、頑張っていますがやっていきましょう。ミスマガジンでのオーディションの思い出はショールームのショーレースです。まあ、あの時一番ファンの方がより一層身近に感じられました。初めて一人だけの撮影ということでとても緊張していたんですけれども、あのスタッフの皆様がすごく温かく楽しく撮影を盛り上げてくださったので、私も安心して力が抜けて実力を発揮できたかなと思いました。海での撮影が一番心が思い出に残っていて、結構はしゃいだんですけど、海に入るのも久しぶりなのでとても思い出になりました。皆さんぜひご覧ください。ありがとうございました。バイバーイ。一番デビューですかね。でも今年は1月22日の XJAPAN の吉木さんに楽曲をね提供してもらったので。はじめまして、こんにちは、木村葉月です。中学1年生の12歳です。
です。趣味は読書とお菓子作りで、特技は3歳から習っているピアノと絵を描くことです。私はビジュアル系が大好きで、今日もビジュアル系っぽい格好をしてきました。私は美術部に所属していて、この間描いた絵で面白いのがあったので、今日はそれを披露したいと思います。私のいつもの授業風景を顔文字にしてきました。授業前、授業開始、10分経過、20分経過、25分経過、28分経過、30分経過、終了5分前、終了、以上です。木村葉月でした。応援よろしくお願いします。オンリーユーの板野成美です。よろしくお願いします。声優のお仕事というのは初めてなんですが、来ていただけるお客さんにたくさん楽しんでいただけるように、そして私自身も楽しめるように精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、朝日奈々美です。今日はヤングマガジンさんの撮影で千葉に来てます。可愛いスタジオでテンションマックスです。じゃあねー頑張ってきます。今年1年は受験生ということで受験勉強と、あとまた芸能活動を始めたので結構慌ただしかったのかなって思っています。これからもっと芸能活動積極的にできたらなと思っています。はい、シネマ1で冬川あざみ役として出演させていただいたんですけど、本当になんかすごいたくさんの方に見ていただけたみたいで、なんか自分でも動画見てる時に広告に自分が出てきたりだとか、なんかいろんな人にも見たよっていうお声をすごくいただけて、はい、自分の中でも思い出に残る作品になりました。ありがとうございます。本当にこういう機会くださって。アイドル日本をご覧の皆さん、こんにちは、吉田理恵です。今私は DVD の撮影で静岡に来ています。綺麗な海です。今回初めての DVD 撮影で、そしてあと初めてうなぎを食べました。とても美味しかったです。実は魚は食べれないんですけど、うなぎは食べれるみたいです。ありがとうございます。あと初めての滝を見たり、あと大好きな海で撮影をしたり、そして釣りもできてとても嬉しかったですし、ぜひ釣りをしているところの私を見てくれたら嬉しいなって思います。たくさんぜひ私の、DVD を見てください以上、吉田理恵でした。タレントデータバンクをご覧の皆さん、こんにちは、古田愛理です。初めてのカレンダーを出します。皆さんぜひチェックしてみてください。以上、古田愛理でした。実際に自分が使っていたレビューさんに取材していただいて、また自分がオーディションにたくさん応募していた時を思い出したりして、すごい初心にまた戻れたような気持ちます。まだスタート地点に立てたか立てないかなぐらいなので、応援してくださる方にいい報告ができるように一生懸命頑張りたいと思います。皆さんこんにちは、鈴木優は19歳です。私の好きな食べ物は甘いもので、嫌いな食べ物はありません。何でも食べれます。そして私は普段は女優をメインに活動させていただいています。グラビアはまだまだ新人ですが、7年間習っていたダンスで培ったこの、よいしょ、この柔軟性を生かしてこれからどんどん頑張っていきますので、皆様ぜひぜひ応援よろしくお願いします。鈴木優奈でした。ありがとうございました。そうですね、まだそんなに実感は湧かないんですけど、特にこれが変わったって大きいこともないんですけど、お酒は飲みましたこんにちは、福田留美香です。今宮古島に撮影に来ているんですけど、友達を見つけました。
宮古島の守くんです。イエイ。これから撮影頑張っていこうと思います。バイバイ。皆さんこんにちは、水谷彩沙です。25歳です。好きな食べ物はラーメンなので、おすすめのラーメンがあったらぜひぜひ教えてください。私は今までグラビアは挑戦したことはなかったのですが、自分の可能性を信じて、あとは今までに挑戦したことのないジャンルで挑戦したくて今回応募させていただきました。自分にしかできない最高の作品を作り出せる、そんなグラビアアイドルさんになりたいなと思っています。あとは168センチ身長があるので、その高めの身長を生かして最高のポージングとかお見せしますので、よければぜひぜひ応援よろしくお願いします。それではバイバーイ。リングが終わったところです。そして西本ひかるが YouTube を開始しました。イエーイイエーイイエーイ。なんかいろいろ多分ここにまだ出たりとかする編集はできないんですけど、これから頑張るので投稿いっぱいするので、よかったらフォローといいねとコメント待ってます。よろしくお願いします。バイバーイ。イエローキャムの元気印、市川美ひかるです。本日は、個人撮影会満枠ありがとうございます。毎回来たたびに満枠は本当に嬉しいです。また、大阪チャンス遊びに来るので、皆さん会いに来てください。またね。こんにちは、リオンです。よろしくお願いします。これといってなんか見せできる特技がないので、自分のことをちょっと話させていただいたらなと思います。私は18歳の時に事務所のオーディションを受けて、そこからグラビアやミュージックビデオとかバラエティとかちょこちょこってやらせていただけたりしてたんですけど、ちょうど1年前ぐらいにずっとお休みしてて、でまた新たに新たに芸能のお仕事やりたいなと思って、SID のオーディションを受けさせていただきました。私の性格はすごい人見知りだったり、すごいネガティブですぐ挙動不審になっちゃったり、人前に出たりして話すのが苦手で、あんまり本当にポンコツで、 いいところがなんかこれっていうのが言えないんですけど、昔からキラキラした芸能の世界にすごい憧れを持っていて、自分なんだろう、すごい頑張りたいなと思って、やれるとこまで頑張りたいなと思ってます。すいません、なんか飛んじゃった、頭が真っ白になっちゃった。なんか願いします。なんか全然緊張とかしないのかと思ったんですけど、全然緊張する。いや、もうすごい、もっと本当はいろいろ話そうと思ってたんですけどなんか緊張、可愛い子とかすごい控室とかにいて、もう緊張しちゃって、なんかもうなんだっけみたいになっちゃって、すいません。いい、全然。なんか逆に生っぽくて、まあ、オーディションみたいなこと自体はめちゃめちゃ久しぶりですよね。そうですね、あんまり受けたこともなくて、それこそ、はい、まあ、あれも相当前。そうですね、2年前とか、まだ高校生の時とかで。ってことは1年、お休みしてたのって、ね、いつぐらいなんですか。1年前ぐらいに、1年も休んで、あ、1年も休んでないぐらい。ちょっとこれはなんかちょっと気持ち的に、なんか自分の気、なんかすごいちょっと落ち込んでた時期でもあって、どうしようかなってすごいいろいろ思ってて、で
違うお仕事をちょっと事務系のお仕事をやってたんですけど、やっぱりあのなんかツイッターとかはやっていて、なんか結構頑張ってねとか言ってくれる子とかがいたりすると、なんかやっぱりまたやりたいなってすごい励まされて、なんか本当にポンコツすぎてすごい、なんだろう、できることが少ないんですけど、もっと本当人より劣ってるから努力しないと、いっぱい努力して追いつけるように頑張りたいです。レーシングミクサポーターズ2022の鈴鹿です。この度レースクイーン大賞2022新人部門においてクリッカー新人賞を受賞させていただきました。ここまで応援してくださった皆さん、本当に本当にありがとうございます。と本名なのであまり親に聞かないとわからないんですけれども、漢字も読み方もそのまま本名なんですよ。と今18歳です。そうですね、今月じゃない、今年で19歳になります。高校時代は芸能活動もちょこちょこやってたんですけど、やっぱりコロナ禍であまりお仕事がなく、高校生活を楽しむのが結構主で、バスケ部に入って頑張ってました。そうですね、高校1年生までは大分に住んでいました。はい、高校2年生の時に転校してきました。一番最初にレースクイーンを目指したきっかけは、と事務所の方にこういうお仕事があるんだけどって言ってもらって、その時はまだ車のこととか何も知らなかったんですけど、すごくかっこよかったし、すごくあのレーシングミクの衣装に惹かれたっていうのが強くて、かっこいいなと思って、はい、チャレンジさせていただきました。メンバーに恵まれてるのもあるんですけど、本当に本当にすごく楽しくて、選手のお二人もすごく優しく教えてくださるので、レースのことも徐々に分かってきて、レース見るのもすごく楽しくなりました。これからの目標はレースクイーンとしてかっこよく美しく、最年少なんですけれども、その下の世代にも勇気を与えられるように、あとはとレースクイーンの枠を飛び越えてドラマや CM などでも活躍できるような人になりたいです。おい、おら野原しんのすけだぞ、みんな今日はありがとな。なんかちょっと変になっちゃったんですけど、はい、ありがとうございます。子犬と子猫の鳴き真似が得意なのでやります。違います、羊の方が得意なので羊やりたいと思います。わかりました、じゃあ犬から。猫いきます。にゃーにゃー、羊いきます。ありがとうございます。
on your red dress and slip on your high heels and summer that sweet perfume. It sure smells good on you. Slide on your lipstick and let all your hair down. Cause baby, when you get through, I'm gonna show. No matter where we go, and I'm so proud to be with you. I just wanna let you know, you got me changing my mind, my. You sure look good tonight, and you're so damn fine. I wanna say my. You sure look after all this time. Slip on your nightgown, step in our bedroom. First I wanna take some time, I just wanna look at you. Girl, you are so fine, I can't believe my eyes. And all that I wanna do, I wanna make love. A minute more to come, and I'm so proud to be with you. So proud to share your love. I wanna say my. Make love all night long. Make love till the break of dawn. Come on, come on, sweet little thing, yes you do. Dress and slip on your high heels
It's summer like sweet perfume. It sure smells good on you. Slide on your lipstick and let all your hair down. 'Cause baby, when you get through, I'm gonna show. I just wanna let you know you got me singing my You got it. You sure look good tonight. Opa. And you're so beautiful. You got it. I wanna sing my You sure look good tonight. Hey, you got it. Performing a favorite that I know you're gonna love. Ladies and gentlemen, singing My, My, My. Show some love for the voice, Mr. Johnny Gill. Where are my ladies at tonight? Tonight, I want to dedicate this to all the lovely ladies in the house tonight. Alright. Listen. Put on your red dress.
and slip on your high heels and some of that sweet perfume. It sure smells good on you. Slide on your lips and let all your hair down, 'cause baby, when you get through, I'm gonna serve you. Tonight will be a special night, no matter where we go, and I'm so proud to be with you. I just wanna let you know. I need everybody to help me sing. My, 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 my. Oh, I wanna hear everybody in the house tonight. Say this, alright, 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 alright. So alright, alright. Say y'all. My, 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 my. So alright, alright. So alright, 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 alright. One good night, stepping out. But first I wanna take some time, I just wanna look at you. Girl, you are so, can't believe in my eyes. And all that I wanna do, I wanna make, wanna make, wanna make love to you. Tonight will be a special night, should have many, many more to come. And I'm so proud to be with you, so proud to share your love. If y'all don't mind, wave it from side to side. Help me sing it tonight. Said it's alright, 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 alright. My, 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 my. So, you know what I want you to do, y'all? Listen. Put your nightgown on. Let your hair hang low. Step in that room. I'm in the mood to rehearse, but you know what we got to do. We don't, hey listen, this is a party tonight. Y'all don't mind that we have a little party tonight. Come here, child. I said, my, my, my. My, my, my. My, 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 my. My, 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 my. I said, oh, good God. Oh, hallelujah. Let on me. Oh my, oh my, oh my, 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 oh my, my, my.
should look good tonight. Johnny Gill!